ホームランを打った時に繰り出す丸ポーズがトレードマークの丸佳浩。巨人に移籍直後、あれが丸さんか。バットの振りが全然違うな。シュー！いつだって練習を終えるのは一番最後。シュー！丸さんまだ打ってるよ。ものすごい練習量だな。俺もうヘトヘトだよ。まだまだ。食事の席でも、いただきます。食欲もすごいな。おかわり、肉も山盛りください。あ、はい。練習だけじゃない、食事だって一切手を抜かない男。そんな丸は大先輩阿部慎之助をも驚かせることに。おーす、おはよう。ってなんだこの人だかりは。みんなどうしたんだ。阿部さん、あれ、阿部の度肝を抜いた丸の行動とは一体何。おい丸、何やってるんだ。あ、阿部さん、テレビゲームっす。なんとロッカールームでテレビゲームをしていた。だからこのロッカーのこのあるじゃないですか、はい、そこにスポッて入るみたいな。ちょうどの大きさなんですか。もともと広島で使ってた時のやつを持ってきたんですけど、広島の時もスポッて入るやったんですよ、だからロッカーってやっぱ共通なんですかね、やっぱ、はい、大体が。チャンネル登録よろしく。